Everyday moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。9月10日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から周波数 79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオから日向名古屋お送りいたします。今もね王子ね、皆様のメールをですね下読みしてたんですけども、ほぼ漢字がね読めなくてね、みそちゃんに聞いてましたけど、なるべくみんな振り方振ってちょうだい。滑り王子マスクマンでございます。はい、ちょっとねオープニングちょっと前ギリギリに入ったんですけど、なんか王子が困っててどうしたのかなって思ったら漢字読めないって言われて、まあ教えたんですけど、えこれも読めないのってちょっと衝撃だった味噌煮込みスキーと、あその漢字なんですけどね、私見たんですけども、小学何代だろうね、小学3、4年生ぐらいが読むような、えそうなの、うん、が読めるような、うん、書けるような漢字なんですね、うんうん、それが読めなかったということなんですけど、さあその漢字ですけどどういった漢字なんでしょうか。この後メールを読みする中で発表いたします。ダサーズでございます。はい、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはゲーム。今夜のテーマはゲームです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。大切なお知らせがあります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。
人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、ツイキャスたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きさん、フライングしちゃった、滑りないと、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ね、先週とっても楽しかったよ、うん、いや、沖縄大好きさん の、 あの、はい、キレのいい、ね、あの、うん、スパッとした感じ、良かったですね。あの、だからちょうど、あの、なんていうのかな、王子のね、まあ、しゃべり口調とね、うん、沖縄大好きさんのそのね、うん、まあ、いろいろなその、ツッコミとかさ、うんうん、そういったものがね、うん、相まみ合ってとっても良かったね。おだまり、うん、ただね、もっとね、沖縄大好きさんに、あの、いろいろ突っ込んでいただこうと思ったんですけども、はい、まあ、いつものごとくね、あの、王子が喋ってたのが長いっていう、ね、ご指摘がありましたんで、ね、長かったですね。長いです。はい、ああ、そう、はい、はい、パパ屋さん、沖縄 T シャツ屋さん、今夜も元気にこんばんは。こんばんは。誰か森進一になってたね。そう、うん、はい、カープボーイさん、味噌煮込みスキーさん、ダンサーさん、ひげを剃っても約三つぶすさんになっちゃってる、うん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 、皆さんこんばんは。ワン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 。最近沖縄天気が悪いけど、うん、そっちはどんなですかということなんですけれども、暑いです。もう暑いね。いや、でも名古屋もね、うん、なんか夜中に急に雨降ったりとかね。そうですね、うんうん、今日もあれ、あの、うん、2時ぐらい、午後2時ぐらいとかって、なんかその警報のあれが出てましたけど、うん、まあ、もしちょっと違うところにいましたんで、うん、あの、そのね、あの、急激な雨ってことはなかったんですけども、うん、こうスマホなんかで今、ね、こうお知らせが来るじゃないですか、はい、うん、なんかこの、まあ、王子の近くですね、あの、名古屋市緑区というところの地区は、うん、大雨降るよみたいなね、うん、あの、そういう警報じゃないですか、そういう、あの、案内が出ましたけども、スマホからね。うんうん、そういうことを見ると、ちょっと、あの、異常気象って言い方変ですけども、うんうん、いつどこで降るかわからないみたいなね。会社の近くに雨降られましたね、うんうん、なんか急に降ってきて、あれってなったけど、うん、また晴れてました。なんかちょっと読めないですね、最近の天気ね、うん、まあ、そうですね、はい、うん、高坊さん、こんばんはということで、こんばんは。はい、高坊さん、サッカーマークになっておりますけれども、高坊のキックオフというね、番組をやられております、うん、はい、FMJG 新地さん、うん、4時ですね。ああ、あの、うん、そう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 、はい、はい、FMJG 新地さん、こんばんは、久しぶりにオープニング間に合いましたということで、ありがとうございます。よかったよかった。ありがとうございます。ツインクルちゃん、こんばんは、今夜も聞いてますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。トングさん、旧、うん、名古屋制作委員会の皆さん、こんばんは。はい、旧名古屋制作委員会。あ、でもトングさんおっしゃられること半分当たってるんですよ。う、うん、我々本当はですね、一応旧名古屋実行委員会という、うんうん、実行委員会名前になっておりますので、うん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 、はい、はい、高坊さん、漢字は読めるようになりましょうねということで漢字教えてよいや、教えて、あの、まあ、教えてというよりか、もうここのね、あの、旧名古屋の中では、うん、あの、振り仮名を振っていただくというね。おだまり、甘えちゃダメですよ。あの、それがいいなと思ってさいや、甘えちゃダメだな。はい、山中智文さん、税理士かっこ税理士スベリー先生、いらっしゃいはい、ね、税理士法人ベスタックスの山中さんです。はい、こんばんゲーム。こんばんゲーム
私も久しぶりにオープニングから聞いてます。なんかありがとうございます。やっぱりあれ今のポンドス誰殴ったこれ、うん、様々です、ね、様々ですか、ね、だけどやっぱりあれでしょ、あのスベリー先生とあの、うん、王子の匂いが一緒でしょ、うん、そういう感じしない？なんかね、なんかすごいね、あの、うん、感じるものがねあるんですよね。ね、うん、ヤスさんの番組でもですね、ツイキャスで毎回ね、この凝ってるんですよね。今回今晩ゲームですけれども、うんうんうん、一応テーマに合わせていろいろ変えてるんですけど、とってもいい感じですよ。あの王子好きだな。うんまあ、じゃあ、うん、いいですね、うん、はい、いいですそこで切るの。いやなんかちょっとごめんなさい、歯切れが悪くなっちゃった岐阜のキュウリのバーバーさん、皆さんこんばんは。先週は王子と沖縄大好きさんお疲れ様でした。ありがとうございます。特に沖縄大好きさんお疲れ様でした。あの王子に対するなんかそういうあのねぎらいのお言葉とかはあのございませんか？ねぎらいですかございませんか？はい、パパヤさん、テーマがゲームだったのでごめんなさい。漢字は少ないけど専門用語は多かったかも、ね、専門用語も難しいよ、うん、本当に、ね、うん、理解できないもの、ね、高坊さん、こんな漢字ってどういうことだろう。あ、こんな漢字で、ね、うん、漢字にかけてるのかな、うん、カープボーイさん、なんだなんだなんだ、来てる来てる来てる、ちょっと王子呼ばれてる呼ばれてる。おお、なんか騒がしいね。騒がしいよ。あれどうしたんだろう。王子迎えに来たかと思った。取り過ぎてったね。はい、カープボーイさん、カズのゆりちゃんってカカズゆりちゃんかな。カカズゆりちゃんとマスクマンだとどっちが感じればいいのかなってなんだろう。どっちが読めないか。ああそういうことか。カカズゆりさんって読めないです、うん、ですかね。あ、そうなの。え、わかんないです。どうなんだろう、うん、そういうイメージはあまりなかったんですけれども、うん、カープボーイさん、ゲームは昔はゲームウォッチで巨大タコの やつ何か、あ、ゲームウォッチで巨大タコのやつ何か覚えてるかなって知ってますよ。私はオクトパスってやつですよ。はい、僕が小学3年生ぐらいの時にファミコンが発売されて、うんうん、最初に買ったソフトはベースボールとテニスとマリオブラザーズだったはず、うん、ね、え、ファミコン懐かしい、うんうん、そうそうそう、本当にベースボールとテニスとマリオブラザーって本当にそれぐらいしかなかったですよね。そうよね、種類ね、うん、で、あ、パパ屋さん、沖縄 T シャツ屋さん、今夜も無事に王子にフルネームを呼ばれました。よかったよかったはい、沖縄大好きさん、あ、これはあれでしたね、コメントの返事ですね、うん、ありがとうございましたということで、はい、はい、自分のゲーム機を YouTube の動画に参考に直した人がここにいます。あ、すごい、自分のゲーム機を YouTube の動画を参考に直したってすごいですね。おーおーおー、壊れたの直したのかな。でも、ね、フリーダムラジオ、うん、ワッチーさん、うん、ヤスさん CM のナレーションいいねということでいいですよね。とってもいいよ ね。ただ、まあ、あの切り札がなかなか出てこないというね、そこがね寂しいところなんですけどね。切り札って何？一つね、とってもいいのがありますよね。あ、ダンサーズね。ポン出しでね。うん、ポン出しでね。そうそう、なかなかそれが出てこないっていうね、うん。いつになったら出るんだろうっていう。で、沖縄大好きさんがね、前半王子が一人相撲だったというっていう冷や汗マークになってますけど。これはいつの話？あ、先週の話ですね。あ、先週のね。うん、あ、で、まあ一応ね、ちょっとこう自分でも分かっておりますので、オープニングでもちょっと言いましたけどもね、うん、王子ちょっと喋りすぎちゃったかなと思ったんですけども、うん、いいツッコミとかね、沖縄大好きさんにねいただきましたんで、うん、まあ、それはもうプラスマイナスゼロになってるかなっていうね、そんな感じで。プラスマイナスゼロになっちゃったの？うん、だからその内容としてですね、うんうん、いいんじゃないのかなと、うんうん、王子が出しゃばらずによかったみたいな、そんなことない？まあ、じゃあそういうことにしておきましょうかね。はい、パパヤさん、キラティーシャツ屋さん、長いのは王子のスキル。ああ、なかなかいい感じですね。うん、で、バッチさんがね、キウナゴヤの皆さん、こんばんは。今夜はお知らせがあるみたいですが、それにしてもまだまだ暑いですがって、本当ですよね、暑いですよね。はい、で、沖縄大好きさんが、振り仮名を求める王子。うん、あれ、うん、なんだなんだ、うん、今ちょっとこういうのやってみました。なになになに、急に
アンケートをやりました。アンケートになってるんですね。はい、はい、うん、なんかアンケートがモニターを邪魔してますけど大丈夫でしょうかね、うん、はい、そして王子、ね、求めすぎてはいけませんよ、はい、ということで、これはあの求めてるというよりかですね、はい、あのお助けいただきたいという、うん、そういうあの願いでございますんでね、うんうん、あのそこの部分だけね、あの読まずに飛ばしちゃうというそういうことが起きますので、うんうん、あとは適当にあの漢字作って喋っちゃうからね。そうそう、あの沖縄さんまさかのサイレン、王子何をしたんすかっていやそれはしかも面白いですよ、指名手配笑いって高本さんが言ってて、そして沖縄さんが滑りすぎの容疑で逮捕。ああこれね、あのよくね、とっくに逮捕されてますよね、うん、じゃあいろんな意味でねあれなんですけどね、うん、あの、警察がこちらの方に来るっていうね、うん、であの連れてかれる王子っていうのをパパヤさんが言ってるんですけども、あ連れてかれるのはねやっぱりあの時ですね、ヤスさんの番組だから連れてかれたよ ね、 ねあのウィークリコミラジオ の、うん、のね、あの公開生放送です、公開生放送で最後ね、うん、あのラントさんと、ヤスパパヤさんとね、あの時にだよ、強烈サックで、ね、あのあれね、あそこで警察のね、うん、まあ、制服でも着てたらね、うん、本当に王子ね、あの違う意味で連れてかれたと思われてると思うよまだね、あの修復でしたから良かったですけど、ね、まあ、でもあれはや、うん、それだったらやっぱりなというふうに、やっぱりやっぱりな、で今ですね、あの先ほどのアンケートを取らさせていただきまして、うん、スベリ王子マスクマンの前にあるヤンバルクイナ、うん、これを撤去しても良いかっていう、うん、問いだったんですよね、うん、はい、で今、回答にありまして、うん、いいえという答えでしたので、あ、いいえ、いいえというか、あ、じゃあまだこの継続ということ、あ、継続、あ、ここにクイナちゃんがいていいのね、はい、王子の目の前チラチラチラそう、なんかチラ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 するけど大丈夫かな、本当に、ヤスさんこんばんはです、あのポン出しは使われませんよねってあれは、まあ、この番組ではないですね、あれがない。いや、あれ王子の提案で取ったね、うん、そうですよ、ね、あれがないことには、で、山中さんが、はい、駄菓子屋に置いてあったじゃんけんコインゲーム、じゃんけんポンを負けると図工って、じゃんけんコインゲームってなんだろう、じゃんじゃんけんコイン、じゃんけんポン、じゃんけんコイン、なんか、うん、なんか、なんかイメージがあったような気がします、なんか、うん、そう、うん、じゃんけんゲームなんか3回ぐらい勝つとなんか景品もらえませんでしたっけ、アーケードゲームのような、なんかね、あるよね、うん、うんうん、あったと、あったような覚えがあります、うんうん、なかなか王子もそれをすっと思い出せなくなってきてるな、はい、じゃあちょっとメールの方で、そうだね、はい、じゃあメールいきますよ、はい、はい、ではちょっと王子ね、はい、このメールでございませんか、これですね、うん、漢字が読めなかった、うん、ね、あのマンタキーの美奈子さんからいただきました、はいはい、ありがとうございま す、お三人様こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、最近はスマホゲームにハマってまして、飲食店で料理を焦がさず早くお客に出すものなどにハマってしまっていますと、こういうことは、このスマホゲームのタイトルがですね、うんうん、飲食店で料理を焦がさず早くお客に出すものっていうタイトルのゲームなのかな、え、それゲームがそういうゲームってことですか、うん、スマホゲームにハマっていますってことで、ただ、まあ、王子はですね、これね考えたんですけど、うん、でなぜこの焦がすがねなかなかちょっと、ね、出てこなかったってなると、先ほどのオープニングで、うん、あの焦がすという漢字が読めなかったです、うん、そう、ここに焦がすって書いてあるんですけども、なかなかこれね、うん、料理を焦がさず出すっていうシチュエーションってなかなかないと思うんですけども、焦がすってありますよ、焦がすって何かありますありますよ、なんで料理でしょ、うん、だから料理で焦がさずって何かあるかな、あるよ、ご飯が焦げたとか、え、でもそれをお焦げとかあるじゃないですか、え、でもそこあね、王子の場合はその、お客様に提供する間にうんうん、焦げるのかなと思いましたんで、その何分間の間にっていうふうに考えたんですね、もう元々焦げてるとかじゃなくして、あの別の意味もありますよ、あの料理以外の意味も、うん、そうだね、うん、まあ、財務関係で使われる、うんうん、そこをついて焦がしてしまったとか、あ、まあ、それちょっとね、うん、
違う意味で怖いですね、うん、だから、まあ、あのね食べ物以外ですね、うん、王子はもう一番最初にですね、うん、もうこれもすぐに、ね、思いついたのは、うんね、大体がですよ、はい、あのでこの料理店の、うんこうウェイトレスさんがさこういろんなもの持ってくるじゃないですか、はい、もうその姿を見るだけでねもう恋焦がれてしょうがないんだよねおだまりもうそこでねもうあの王子違う意味で ね, あのね胸いっぱいになっちゃうんだもん王子、うん、滑ってますえなんでもうこのお姉さんにね出していただくのが本当に最高っていうそういうねあの気持ちで、ね、あのなってしまいますけどもその意味でね本当に恋焦がれるっていうのがね出たんですよ王子滑ってますそうこれとってもいいあれだと思ったんだけどな、うん、王子滑ってますそれこれ滑ってるの王子滑ってますヤスさんがどれぶんこれねあのまた違う意味でね、うんはい、このゲームとかっていうとまた王子の頭の中が中学生レベルになってると思われるようなね、うん、違う意味のなんかゲームというふうに思われますので、うんうん、これはあの健全なあの意味でですね、はいうん、あの言葉的にもちょっとなんていうの、綺麗な感じでしょ恋焦がれるそれですよそれだおだまりゲルが読めなかったんだねまあまあね、まあねうん、ということでございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます一つですね、うん、これ9月3日にいただいてるメールなんですけれども、うんうんはい、ツインクルちゃんからはい、はい、ありがとうございますテーマとは違う話なんですけれども、うんはい、まあ、フリーの時に送ってくださったんですけれども、はいまあ、王子への叱咤激励ではなくて、うん、全然関係ないんですよ、うん、違うの違うですよはいあそうなでまあツインクルちゃんからのメールなんですけれども、うんはい、私は小学生4年生くらいの頃から両耳中程度難聴になってしまいましたコロナ禍になる前は年に1回聞こえの検査をしに病院へ行ってました今は行かなくなりちゃんと聞こえているか不安になってます人の話やテレビラジオの音は聞こえてますということです音は全然ね、うん、あの問題ないと思うんですけども、うん、王子普通に聞いててもね、うん、だ理解ができてないってそれは聞こえてるけど理解のする能力が足りないってことかなうんうん、うん、なんか、なんか今あのすごいいい言い回しで言われましたけど柔らかくでもまあ普通に的確に言ってるような気もしますけど、はいうん、そうそう難聴なんですけれどもあのやっぱり定期的に検査はした方がいいのかなって思いますっていうのも、うん、あの私もやっぱりちょっと耳鳴りがひどい時があって定期的に病院に行くんですけれども、うんうん、やっぱりですねあの聞き取りにくいその周波数っていうか、うんはいそのうん、やっぱりトーンがあって、うん、普通の健康診断の聴力検査では問題なくても、うんはい、やっぱり聞こえないところとかが、うん、聞こえにくいところとか詳しく調べると分かるんですね、うん、でこの前ですけど何ヶ月か前に行ったんですけれどその時はね高い音のがね聞こえにくくなっているんでああやっぱりちょっと難聴ですかねって言ったらいやこれは加齢だから仕方がないねって言われましたそれは加齢なのあその私のやつはね、うんうん、でもまああのねその今やっぱりいろいろねこうストレスとかでもやっぱり聞こえっていうのは変わってきたりするのでやっぱり定期的には行かれた方がいいのかな、うんね、って思います、ねはい、王子もねあの2回ぐらいあるんですよ、うんうん、こう耳鳴りがして、うん、でやっぱりこう聴力の、ね、検査しましたけど も,、うん、もうすっごい静かなとこでねいろんな雑音拾っちゃう、うんうんなんかね、でそれがまたなんかすごい気になってしょうがないっていうのがありまして、うん、だからねまだテレビの音とかラジオの音がちょっとでもついてると、うん、それでかき消されてあのちょうどよくなるんですけどシーンとしてるとなんかその中にこう雑音ですねでそれがを拾っちゃうっていうようなあのことでしたけども2回ぐらいねそういうことがありまして、ねうん、なんか嫌だなと思ってあの、まあ、病院でこう調べましたけども、まあ、これももしかしたらねあれかもしれませんね加齢なのかもしれませんねお、うん、これもまあまあ、いい年齢になってからうん、パパ屋さん沖縄 T シャツ屋さん難聴の原因ってルーツを分析するとたまに直せるやつあるから早めに調べてもらった方がいいっていうね、うん、早く行った方がいいって言うんですね、うん、症状が出たらすぐ早く行って、うんうんうんそうですね、薬を飲むと早く治るものもありますしね、うんうん、やっぱり多分
ずっと小学校4年生ぐらいの頃からって言われてますんで、まあ多分慢性的に症状があるんでしょうけど、まあやっぱり定期的に行かれるのが一番いいですよね。まあそうでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、あらま、またこれはですね、絶対お読みしないとですね、王子怒られちゃうっていう、はいはい、ダンサーさん、みそにこみすきさん、そして滑り王子マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。あのフルネームで来るのも珍しいですね。はい、うん、あら、ヤスさんでござんせんか。ありがとうございます。コンビニサル王子のヤスあやかさんからです。ありがとうございます。いつもお世話に なりっぱなしであります。こちらこそお世話になりっぱなしでございます。さて、皆さんはアキネーターというゲームを、ご存知でしょうか。アキネーターというこのカタカナで書いてありますけども、最初に好きなキャラクターや人物を思い浮かべてゲームを起動し、アキネーターという魔人の質問に答えていくだけ。はい、例えば頭の中にオパンチュウサギを思い浮かべて、うん、わかる？あ、オパンチュウサギさんって最近流行ってるキャラクターですよ。その後魔人が出す質問に、4つ5つ答えていくと、うん、魔人が最後にオパンチュウサギを言い当てるという何とも怖いゲームです。お、この自分の答えたものに対してこのオパンチュウサギが言い当てるってことなんでしょうかね。うん、その、うん、なんだから思い浮かべたのを、アキネーターが、うん、魔人が当てるってことですよね。そうね。どうやってわかるんだろう。リスナーさんの中には、やったことがある人もいらっしゃると思いますが、不思議ですよね。そこで滑り王子を思い浮かべながらアキネーターの質問に答えていきました。ワク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 、質問が50を超えても滑り王子は出てきませんでしたよ。王子もっと有名になって、うん、このね、大体ね、おパンチウサギっていうね、はい、このウサギさんは、ね、王子が知らないっていう、うん、これはお互い様だねっていう、うん、そんな感じでございますけど、おパンチウサギさん結構今、うん、ほら高校生の方とかね、結構マスコットをぶら下げてますよ、カバンに。王子知らないんだ、おパンチウサギ。ああ、そうなの。あのね、はい、これも言わないとこ。何ですかそれ。うん、あの多分違うものを想像してるような気がするけど。そうなの。そう、このもうこのおパンチウって言うだけで違う。どうなの。やっぱいろいろですね、これね。いろいろとじゃわからない。これもいろいろはございませんか、これね、あの、うん、本当にいろんなこと考えちゃうんだな。例えば。でもね、王子ね、これね、はい、あのおパンチューって言うんですけども、うん、なんかね、やっぱりこの、うん、あのおっぱいぼよよんかなって思っちゃうんだよね、本当に。うん、おパンチューってね、なんかね、なんかそういう、なんでおパンチューの話してんのにどうしてそっちのぼよよんが出てくるの。いやいや、ぼよよんってその感じが浮かべたんですよね、うん、なんかぼよよんあったな、うん、CM で、うん、ピップエレキ。そう、ボヨヨン、ボヨヨン、ありますよ。それはなんか何週間か前の昭和のテーマで喋ってくださいよ。うん、はい、だからといって、うん、これね、あの王子はこのね、こうパンツとはね、連想しませんでしたよ。うん、おパンチというね、あの、うん、こう名前がついたウサギちゃんでもね、うんうん、おっぱいボヨヨンの方に行きました。おだまり。はい、じゃあメールいきます。はい。はい、名越マナーさんからです、はい、ありがとうございます。こんばんは。沖縄天気が悪いです。テーマのゲーム、ゲームセンターのクレーンゲームで何かを取ったことがないシマナーです。買った方が早いような、でも次はってコインがなくなるまでやってしまうのです。最近は息子の家に行くとカードの競馬で遊んでますよ。皆さん知ってます？この間の土曜日もやりました。楽しいです。それでは最後まで頑張ってくださいね、ってことでありがとうございます。カードの競馬ってなんだろう、なんだろうね、そういうのがあるんですね、うん、今なんかカードゲームがたくさんありますんで、うん、いろんなカードゲームありますもんね、うん、そうなんですよ、うん、王子あんまり、ね、頭使うのやりたくないからね。頭使った方がいいんじゃないの。漢字覚えられない、ね、漢字もあの大体やり方が覚えられないっていうね、うん、なんかカープボーイさんが、はい、ツイキャスで
昔那覇のゲームセンターで野球券のゲームで全部脱がしたらガチャガチャのカプセルに入ったパンティが出てくるっていうのがあってとってもいいですねやってる人一回も見たことないけど、あれってやってる人いたのかな、やっぱり人があんまりない時間帯はって、あそっか夜とかならやるのかなってことかな。まあまあ、ね、でもまあ王子ならやるよね。野球券のゲームあるんですね、ゲームセンターに。でもね、なんかあのほのぼのとしてる感じがいいじゃないですか。なんかまたちょっといいですよね、それも、うんうん、今だとね、なかなかね、うん、そのまあ、昼中の時間帯だとね、うん、あのそっか、あの景品がパンツだから、うん、やっぱり夜にみんな頑張るんですかね、うん、そうだ ね、でもね、そういう時のあの大体ね、うん、あのパンツでもちょっとこのあのセクシー路線の、はい、パンティーっていうのが多いと思いますよ。普通のノーマルじゃなくてね、うんうん、大体そのパターンが多いかな。それがない、どうしたいの、うん、欲しいじゃないですか。欲しいの、それを取りたいじゃないですか。そのために、うん、ね、取ってどうするの。取って、いやいや、一応取ることが、喜びに変わる。それを取って、うん、物として残るじゃないですか、うん、物として残るね。どうするの、そうなんだ。でもね、どうしてただろうね、若い時はね、うん、どうしたの。あまり記憶ないな。でもどうしたんだろう本当に。誰かにあげてた。あのよくね、うん、もう車乗るようになってからは車の中によく隠してたのはありましたよね、うんうん、でそれが知らない間になくなってるっていうパターンがね、大体、多かったと思うんですけど。知らない間になくなってるってことはどういうことだろう。パンツを、ね、車の中に隠してたの、うん、だから例えばその、うん、なんていうのあれ、カプセル、うん、そのままの状態で、まあ、置いとくじゃないですか、ね、うん、足元の中とかね、うんうん、多分知らない間に多分それがあのなくなってるってことは。それが誰だろうね。王女様が持ってた。いや、その可能性もありますよ。てか、ね、持ってたんじゃなくて、ほかってるんですよ。ほか、うん、ってるんですよ。捨てたってこと。そうそう、捨てたって。またこんなところに、うん、そうそうそう。なんでこんなもんがあるみたいな。うん、私はいらないっていう。それは問い詰められないんだ。そうですね。無言で捨てられるのかな。う、ね、うん、多分そういうパターンが多いでしょうね。はい、ありがとうございます。今夜も元気に、こんばんは。こんばんは。みんなの沖縄 T シャツパパヤです。ありがとうございます。ドラクエの新作発売に合わせてハードを買ってるので、ゲーム機がそこそこ充実している我が家です。そういえばこのメール王子が読まなくてよかった。うんとか言って、はい大丈夫です。じゃあ続き読みますよ、うんうん、ドラクエこれ11でいいのかな、出た時にも任天堂 3DS 版と PlayStation 4版の両方を買ってプレイし、その後にドラクエ、ごめんなさい、これ 11S ってなんて読むの、なんか読み方があるんでしょうねきっと。任天堂 SM スイッチ版で出た時もスイッチ本体とソフトを買いました。買ったのはもちろんその時の限定品、任天堂スイッチドラゴンクエスト、これは4ですか、 4S、うん、ロトエディションです、うん、あ、沖縄 T シャツパパヤさん、私の方が読めないです。はい、ドラクエ3リメイクとドラクエ12が今年発売予定ですが、今回はどちらもスイッチ版を買おうかなと思ってます。だってプレイステーション5の廉価版が出るのを待っていたのに、今月から1万円以上も値上げだなんて。でもドラクエ限定デザインがソフト付き8万ぐらいで出たら買っちゃうかもって、っていうことです。王子お便り取るのに夢中で全然リアクションがないです。あ、11で大丈夫ということでありがとうございます。ありがとうございます。はいはいしかもヘッドホンまで撮ってるし、ひどい。そうじゃないと、うん、皆様のね、あのメールがこう、うん、届かないんです。撮れなきゃいいもんですから、ね、ちょっと今ね、撮らせていただきましたけども。うん。うん。うん、そうそう。ね、うん、内容が濃すぎて、王子よくわからないっていう。うん。そう、思ったんですけど、うん、テーマゲームにしたんですけど、はい、この3人、誰もゲームにハマってないですよね。そうだね、昔ですね、今じゃなくて、ね、ほら、っていうか年齢関係ないじゃないですか、今って別に、まあ、そうなんですけど、ね、幅広い年齢の方でゲーム好きな方ってゲーム好きだし、うんうん、それこそドラクエとか好きな方はすごい好きじゃないですか。ゲームウォッチ持ってましたけどね、うん、ゲームウォッチありましたよね。というよりさ、その
3人とも今のゲームに全くハマってないなっていうの今気がついたんですよ、うん、あのよくあれですよね今って、スマホのゲームをね、まあ、年齢関係なくね、うん、やられる方多いじゃないですか、うん、まあ、私あの Perfume のゲームってアルバムもありますよいやそれなら私だって歌える歌いっぱいありますよ。はい。まあ、そういうことです。うん、あ、で、はい、そうそう、なんかね、パパイヤさんがゲームセンターの景品にパンティって他にビデオがあってそれ撮ったんですよ。はい、で再生しました。はい、内容は、うん、JK が拉致されて個室であれこれされるやつ、5分ほどのビデオでなんと JK は無事に脱出しました。あのシリーズ集めたかったって。でそれは、それはあの結構あのあれあの、よく言うあのちょっと過激な方のビデオ、うん、でよく言うあの、うん、あの無修正とかっていうビデオ。なんだろう、でも無事に脱出するってことは今ね、それがちょっとね腑に落ちなかったんだよね、うん、無事に脱出できるっていうね、うんうん、それは何のビデオなんだろうって。普通はねあのできなくなってパターンが多いんだけどね。うん、はい、ということで、うん、はい、CM ですね。はい、はいはい、CM です。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。名古屋は栄養コーナーですけれども、はい、なんか、うん、お知らせがあるんですか。そうですね、うん、はい、はい、王子、はい、やめます。ええ、あ、そうなの。そう、初めて聞いたびっくりだよ。初めて聞きましたよ。ということはあれ、あのどっかの局にあのトレードされるとかそんな感じ。お、そういうわけじゃないの。まあね、あの辞めるんだったら辞めるでね、あの、まあ、うん、あのちゃんとした形にしますけども、あのそうではないんですよね、うん、ええ、びっくりした。まああのでやめてもらいたいのかどうかはちょっと分かりませんけども。いや来るけどね。あ、そうですか、うん、はい、うん、あの実はですね、これあの皆様にお願いがありまして、ほう、はい、
大切なお知らせっていう風に、うん、はい、させていただいたんですね。うん、滑りゼリーさん重大発表の手前ぐらいですね。で、何重大発表の手前って9月13日、はい、皆様にちょっとお願いがあるのが9月13日金曜日、はい、午後2時半から3時ぐらいまでの間、うん、時間を上げていただきたいです。はまず、うん、時間を上げていただきたいです。うんうん、でなぜかと言いますと、うん、私たち3人、はい、他局ですけども、うんうん、ラジオ番組にゲスト出演として出ます。あー、そうだよ、はい、出ます。うん、この3名がですね、9月13日、ラジオに出ます。でそのラジオなんですけども、はい、この最近ですけども8月にですね開局しました、はい、名古屋にある、うん、ハート FM という放送局、はい、なんですけど、うん、ここの番組に出ます。はい、で、ですねちょっとですねこれ詳しい内容をツイキャスでまずお送りいたします。はい、ですね、名古屋の、はい、コミュニティ FM ですよね。うん、そうですね、はい、はい、そちらになります。まずこういう風で、うん、3人が出ると。でこれが、ハート FM という放送局になります。はい、でこれがですね、ラジオショーこと、うん、長谷尾蓮華さんの番組、はい、ハートフルシャッフルという番組なんですけども、うん、ここに、ゲスト出演することになりました。これ本当に王子出てもいいって、はい、言われてんの、うん、王子はオファーがあればどこでも行ってどこでもお話するんですけども、うん、ただいつものごとく、うん、ひっちゃかめちゃかなるよ。王子が喋るわけですから、うん、もうほぼね滑りナイトみたいなね、うん、イメージで、まあ、王子はもうね、うん、もうスタジオ入りますので、うんうん、蓮華さん大丈夫なんでしょうかね。王子その意気込みでいきますけども、一応ね了解は取りました。あら、はい、あれ王子連れてっていいって言ってた。一応了解は取りました。蓮華さん、いいって言ったよ。本当、うんうん、大丈夫かな。あれですよね、番組はちゃんとしてる番組なんですよね。ちゃんとしてる番組ってどういうこと。いやいや、だって何ですか。少なくとも旧名古屋よりは絶対ちゃんとしてると思いますけど、はい、ね、まあ王子のようなですね、うん、ちょっとこの脱線気味なですね、トークをしてもね、大丈夫なのかという、うん、まあね、そう言われなくてもしますけども、はい、うん、それが王子の本性でございますんで、うんうん、ね、皆様が脱線してるよというふうにね言われるかもしれませんけども、うん、王子からしてみたらそれがもう本線でございますんで、うんうん、どちらにしてもそこの路線でね、お話をしていくような形になりますけども、はい、皆さんもねこの金曜日ですね、はい、聞いていただきたいなと思います。はい、もう一度言いますと、はい、この、ハート FM で、うん、毎週、これ週替わりなんですけど、はい、長谷尾蓮華さんの担当は金曜日になります。はい、金曜日、2時から4時までやってる番組で、はい、番組名がハートフルシャッフルという番組になります。はい、この中で、うん、ゲストで、お話を、まあ、コーナーがあって、ゲストコーナーがありまして、はい、そこでお話をさせていただくということになりました。でこの3名がはい、喋ることになっております。はい、3人で出ますね。はい、はい、沖縄県でもアプリを使えば、うん、聞け、日本全国で聞けます。レディモっていうアプリですね。スマートフォンですよ。レディモというアプリになります。はい、うん、あとホームページからもラジオは聞けます。あ、そうですね、ホームページ、はい、ハート FM から、はい、入っていただければまあ、はい、聞けるってことですね。そちらからも聞けますし、うん、あと JCBA サイマルラジオからも、はい、ハート FM を選択していただければ聞けます。はい、で皆様にお願いしたかったのはメール、そして、X、はい、あとハッシュタグ、はい、まあですね、このツイキャスのコメントにも入れたんですけども、はい、こちらの方にですね、ぜひですねお聞きいただいて、SNS はハッシュタグハートフル
810、はい、こちらですね、うん、で、番組の、番組 X は、hs_heartfm810 でメールアドレスがheartful@heartfm.jp になります、うん、で、まあ、あの名古屋の周辺の方は、はい、周波数 86.4MHz、はい、そしてあの岐阜市の周辺の方は 78.5MHz の FM マッチでも同時に放送してます、はいはい、FM マッチでも同時放送しておりますので、はい、名古屋とその近郊のお住まいの方、はい、そして、岐阜市とその近郊お住まいの方、うん、あのこの滑りトークが15分間聞きますのでいやちょっと心配だな、もう二度と来ないでって言われないように頑張りましょうね、出来にならないように、ね、本当そうですよ、はい、そうですか、そうですよ、はい、うん、まあ正直 FM 宜野湾はまだね、はい、あのいろいろな意味であの寛大なんですよ、寛大です、はい、寛容なんですよ、はい、そうですよ、はい、すいません、あの違いますからね、うん、え、まあ、コミュニティ FM ではありますけれども、はい、違いますからね、まあ、今回の場合はあのいろいろ長谷尾蓮香さんは ね、 ね、ね、うん、CBC でもね、うん、番組やられてますしね、そうですね、まあ、でも今回あれですね、はい、こう、まあ、旧名古屋に関するそのいろんな質問的なね、はい、ことでこうお話をねしていただけるような感じになっているようなね、まあ、コンセプトですよね、はい、うん、まあ、それについてですね、まあ、王子もですね、はい、どれぐらい喋らせてもらえるかわからないですけども、うん、うん、ちゃんとねこの旧名古屋の宣伝というんですかね、うん、はい、このコンセプトをね、はい、ちゃんとお知らせしようかなと思ってますので、あ、まあ、まあ多分ですね、あの NG になりかかったらマイクがいつものように切れますので、あ、そう、うん、それはあのディレクターさんにはお伝えしようかなと思っております。あ、で、まあ、まあまあそうするとですね、まあ、出だしの部分で、うん、まず、まあ、一発まずあのぶちかましますので、はい、ということでですね、はい、名古屋718ジョージさんご無沙汰です、ご出演おめでとうございますということでありがとうございます、はい、ありがとうございます、ジョージさんぜひあの、はい、ハート FM、うん、はい、聞いてください、はい、はい、ということで名古屋は栄養のコーナーでした。はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。旧名古屋の皆さんこんばんは。こんばんは、岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。ゲームといえば私が20歳の時インベーダーゲームにハマってました。あ、うん、きっかけは当時働いていたお土産屋さんで大入り袋をもらった時、同僚に誘われて行った喫茶店、そこにあったインベーダーゲームにハマって、時々大入り袋でいただくのは、1000円なのに毎日のように2000円程度使っていました。あ、まあハマるとそうだよね、どんどん追加しちゃうもんね、うん、スコアが良くても何かをもらえるわけでもないし、これでは破産するわと ピタッとゲームをするのをやめました。それから20年前かな、テトリスが流行って私も勝ってやったら、あ、これ勝ってだよね、うんうんうん、この感じもね、あれですけども、うん、あの多分、私も勝ってやったら、またハマってしまい、睡眠不足が続いたこともありました。あ、ずっとこれテトリスで勝ちまくったってことですね。いろんなその、画面っていうの、その面をクリアしてったってことですね、うん、これもまたやりすぎたのでゲームをやめました。テトリスもやめちゃったんだ。、うん、私はゲームなどハマるタイプだと分かったので、パチンコなども一切やらないことにしています。あ、こうハマっちゃうタイプなんだね、うん、多分ハマったらってことですよね。でもハマるとね大勝ちするよ。ね、そういうこともございますんでね、はい、ありがとうございます。ではメールいきますね、はい、お三方さんこんばんは。こんばんは、久しぶりにメールします、フルムーン新一です。ありがとうございます。かれこれ20年ほど前にとあるカーモーテルの経営者から処分したいゲーム機があるので引き取ってほしいという依頼がありました。
何かのアーケードならラッキーと思っていたのですが、現物を見るとなんとピンボール。調べてみるとアメリカ製1962年製の年代物でした。おお、当時僕がたまたま保管場所を持っていて、先方の諸事情も重なり、なんとタダでいただくことになりました。おお、すごいすごい。今でも事務所にありますが、動かないので修理したいですが、直してくれる人いるのでしょうか、ということで。ピンボール懐かしい。すごいね。あのツイキャスのご覧の皆さんは見えるかなと思いますけど、すごい本当に、あのね、なんて言うんでしょう、古き良き時代の機械ですけれどもね。あれですよね、多分あの新一さんの事務所に置いてあるので、もしかしたらなんか見たことがあるような気もしますけれども、はい、ありがとうございます。あ、でもね、すごいこういう年代物の機械修理、ね、できる方はきっと、ね、世の中にいると思いますけど、ね、すごいと感動しますよね、きっと。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、名古屋でも沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋。名古屋、先週の滑りナイトありがとうございました。こちらこそありがとうございました。とっても面白かったですよ。僕の家にもゲーム機がいくつかありますよ。ゲームボーイカラーやアドバンス、ゲームキューブにプレイステーションなど、マリオカートやバイオハザードなどももちろん、プレイステーションポータブルという携帯ゲーム機でファイナルファンタジーやアニメ、ケイオンの音ゲームも遊びます。スマホゲームも遊びますよ。遊戯王カードなど、以前は僕の好きなラブライブのスマホゲーム、スクフェスという音ゲームもよく遊んでいました。おー、サービス終了してしまいましたが、 PS4 から出ているラブライブの音ゲーや、過去に PS ビータで販売されていたラブライブの音ゲーも遊んでみたいです。結構ね、あのマニアックでございますんでね、王子ね、なかなかそれがね、読み取れないというのかな、あの理解できてないところがございますけどもね。あんつばさんがツイキャスで、ポケモン GO をまだやってますということで、はい、あ、やってる方はまだまだ、で、FMJ自身さん、テトリスはハマりますよね、っていうことで。だから皆さんね、こうやって、ね、ゲームもね、ハマるのは。ジョージさんはね、僕は若い頃ゲームセンターでバイトしていましたって。そうなんですね。埼玉の郷さん、こんばんは。こんばんは。電話してました。あ、そうなんですね。ゲームの話かと思ったら電話してました。で、山中さんが、テトリスとぷよぷよは中毒性ありますねって。はい、ということでですね。はい、沖縄大輝さん、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらはですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。子供の頃は、ゲームウォッチなどで遊んでいました。現在はスマートフォン一つあれば手軽にゲームができるので、イベントなどの待ち時間などに暇つぶしができるので助かりますね。ゲームアプリが7つほど入っていますが、実際に使っているのはそのうち4つぐらいですかね。皆さんはスマートフォンにゲームアプリ入れてますか、ということでございます。当時はね、入れてないな。私なんか猫集めっていうのに1回続きハマってね、それが入ったままになってますね。最近やってないな、はい、ということでエンディングです、はい、はい、来週のテーマは収集コレクション。来週のテーマは収集コレクションです。切手を集めている、年代物のジーンズを集めているなど、コレクションのエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ、録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント、海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、
こちらの提供でお送りいたしました。はい、今夜もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。まだね、紹介できなかったメールがありますので、うん、また来週紹介いたします。で、名古屋 AA ジョージさん、はい、うん、収集つかない、違うか、え、あ、収集違いだそれは。あ、そういうことね。あの山中さんが収集トレインって言ってますけど、いいね、かな、いいね。こらこらこら、そんなに殴らないでください。いやいやいや、で、アンツマさんもコレクションになってるけど、あ、いい、いいね、多分今日いいね。ちょっと今日皆さん、なんか締めがいいよ。今日なんかす、うん、すごい締めがいいな、はい、ね。あ、パパヤさんはね、収集どれにしようってたくさんあるんですね、いろいろね。ああ今日なんかいい感じでみんな締めてくれてるけどね、まあ、最後は王子のですね、はい、ね、いきますよ、はい、うん、お願いします。はい、閉店ガラガラ、今日もいい感じ。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、ね、今週はハート FM のゲスト出演もありますからね、うん、そう、おじ、これつまみ出されないようにね、なんか頼みますよ、うん、頼むよ本当に、なんか、はい、王子なんかね、できにならないようにね、なんか今から嬉しく、なんかね、嬉しくなっちゃってんだよ ね、どうなるかなと思って、それが逆に怖いな、どうなるか、はい、ということで、また名古屋のラジオで初めてだ、あ、そうだね、そうなんですよね、はい、うん、だから楽しみですね、はい、ね、楽しみですね、はい、ぜひ、はい、皆さん聞いてね、今週金曜日、はい、2時35分頃です、はい、ハート FM です、うん、聞いてね、聞いてください、また来週です、ありがとうございました。